川崎 KLR650 とは、川崎重工業が1987年より製造・販売している4ストロークの KLR シリーズの大型自動二輪車である。デュアルパーパスの区分に属し、排気量は 651cc である。1987年の登場以来2007年モデルまでは20年にわたって、 ボディカラー以外の変更がほとんどなかった。長期にわたる単一モデル販売への豊富なアフターマーケットパーツの存在及び比較的安価な価格もあり、アドベンチャーライダーなどに広く支持されている。2008年モデルで大幅な設計変更が行われた。北米市場向けキロリットル 650ABE には49ステートスペックとカリフォルニアスペックの 二種類の仕様が存在する。ハイガス規制の厳しいカリフォルニア州向け仕様にのみ、ハイガス浄化装置であるキャニスターが装備されている。また、カリフォルニアスペックには、形式の末尾に L が付くので、形式名でも区別できる。キロリットル 600R の後継機種として、1987年に登場したモデルが、KLR650 である。 後から登場した、派生型のキロリットル650、天外、KLR650 が、いずれも先に姿を消していったのに対し、この KLR650 は長寿モデルとして、2007年まで、ラインナップし続けた。なお、1987年から1988年の2年間、国内販売も行われた。長い生産期間の間で行われた変更は、 主にカラーリングの変更であるが、1996年にトランスミッションの大幅な設計変更があり、それ以前と以降では全く部品構成が異なるので注意が必要。通称、天外。KLR650 の派生型で、1989年から1992年まで生産された。キロリットル6 5との相違点はフルカウル化されたボディ。 フロントブレーキ、サスペンション、ミッションのギア比、ディスクブレーキカバーの装備等が挙げられる。デザインがイタリアのスタジオで行われたためか、イタリア社的なシルエットを持つ。欧州の一部の国の免許制度に対応させるために、開発されたと思われる、排気量を若干抑えたキロリットル500、点外も存在し、1989年から1990年に、 かけて生産されている。KLR650 の名を冠しているが、このキロリットル 650C は、ツアラー指向のキロリットル 650A、B、E 各方とは、面向きが異なり、トレール指向のデザインを有している。タンク容量が、他形式が、いずれも23リットルタンクを採用しているのに対し、キロリットル 650C のみ14リットルタンクを装備している点から、 後続距離を犠牲にしてでも走破性向上を狙ったことが伺える。その点では、性格的に KLX650 により近いと言える。キロリットル 650C の対象市場は欧州であり、北米市場向けにはキロリットル 650A が相変わらず輸出されていたため、同時期に異なる KLR650 が2種類存在するという現象が見られた。 生産期間はあまり長くなく、KLR650 系の中では最も目にする機械が少ない。2008年に登場した長寿モデルだったキロリットル 650A のフルモデルチェンジ版。キロリットル 650A との相違点は、フルカウル化されたボディ、フロントリアブレーキ、大型化されたリアキャリア、忍者 650R、250R と同系の ヘッドランプ採用、スイングアームの変更、シフトペダルの改良等が挙げられる。生産は対川先にて行われており、輸出し向け地は北米、中南米、豪州、マレーシア向けの設定がある。旧型のキロリットル 650A、B、C とは異なり、欧州向けの設定はない。KLR650 をベースとして開発され、米軍に採用された。 ディーゼルエンジンを搭載している点がベースモデルと大きく異なる。ありがとうございます。